母さんに、まあ、なんか感謝とか結構喋ってます普段。40歳を超えてから、うん、自分が、うんうん、自分が40歳を超えてから自分の誕生日に産んでくれてありがとうと言いに行くようにしました。もう何回目、3回目4回目ぐらいまでは、3年目4年目ぐらいまでは、うん、死ぬほど恥ずかしいです。男の人でそれ言えるのって結構少ないから、もうきつかったです。1回目は特にきつかったですね。座って、結婚してくださいぐらいの、それぐらいの、なんやだってそんなおかんやったら特に言いづらい。言いづらいです、言いづらいです。何、金でも貸してほしいな。そうの変化があって40歳からそう言おうって思ったんですか。開口権っていうことに、あ、そうね、会社の動き始めた時ですね、うん、自分が頭の中で悶々とあって、うん、でいや俺はしていくんだって行動を起こし始めたぐらいから、まずは身内から感謝していかなかもみたいな。そうですね、なんかその辺から、あの自分が死んでいくまでの間こうやって生きているんだから、生きているっていうことは生まれたから生きているんで、うん、だからその産んでくれてありがとうっていうの、いやーすごっ。人に祝ってもらうっていうよりも、うん、ね、僕の誕生日はその人にとっての、その人って母親ですけど、うん、母さんに、母親にとっての嬉しい日のはずやから、なんかそれを言うようにしましたね。言ったことで何か変わりました？言ったことでなんか自分がピッとしましたね。ちょっと言葉は分かんないですね。生きている感になるのかな、なんかちょっと分かんないですけど、ちょっとこうなんかこうなっとったんが、ブラジシャンのがこう、なりそうな、でもクソ恥ずかしいですから、やばいっすよ。40超えてからね、言えないっす。ちなみにお母さんの一言だけなんか 言っておきたいというか、ね、言葉にならないですね。もうありがとうしかないですね。あの、まあ、ちょうどこの 2,3 日前、吉田松陰が母親に書いた手紙の話とかバーッとなってて、うん、親思う心に勝る親心わからないんですけど、どういうことですか。ちょっと SNS でも発信したところなんですけど、はい、親心っていうのは親が子に対して思う心なんですよ。で、子供がなんぼ親のことを好き好きって好きとか親を大事にって思っても、親がこう思う気持ちには勝てることないみたいな、あ、そういうこと、そういう意味なんですよね。だから感謝してもしてもありがとうって言っても言っても、こうあの心には勝てないんですよね。完璧です。もうそれはもう超えられないと思ってますね。私はこう今から処刑されるんですけど、この日をあなたはどう感じるでしょうか。お母さんに対してね、手紙を書いたっていう話をね、ちょっとちらっと見て、2日ぐらい前に SNS で僕を書き込んだ内容やから、だからまさか今日親のインタビューで話すとは思わなかったですね。本当にいろんな人の話聞く中で、虐待の人とか、それこそ本当に法日に一切興味ないとか、そういう人もいる。今の詩で歌、論語って言ったら、みんな親は子供のことが大事って思ってると思ってる、大事って思ってない人もいるかなって思ったりもしてたんですけど、うん、人生のテーマじゃあ順番みたいなのがあって、人生のあいうえおってあるんですよ、はい、で愛、命、運、縁、恩なんですよね、はあ、でこれを繰り返してると、ちょっともう一回言って、愛があって、で命があるんですよ、命があって、でこう いろんな誰かと会っていくというか、どっかに行くとか、うん、運命とか人脈とかね、うん、でこのように縁ができるんです、うん、で縁ができたら、これいいことがあったらそれを誰かに恩返したり、おー、そういうこと、うんうんうん、でこれ順番なんですよ。何事も愛から始まってるっていう、あーからで恩返したらありがとうって愛がまた生まれる、また生まれる、で恩を送ったら誰かがその愛で命が育まれる。いやー、サブイボ立ちました。めっちゃいい話やん。まあ、飲食のあいうえおって何やろっていうところからもう入っていったんですけど、ありがとう、いらっしゃいませ、うまい笑顔、おかげさまは、ありがとうから始まるんやぞ、来てくれたことに、いらっしゃいませが一番ちゃうぞって言って、でさっきの話につながるんですけど、いろんな当然子供に愛のない人とか、でも
少なくとも僕はお腹におる一瞬の間だけでも愛があったんちゃうかなって思ってるんですよ。生まれてきたっていうことはずっと憎しみを持って身ごもってたわけじゃないと思うんですよ。あ、そっか。そうですよ。めっちゃいい話。この時点では愛どっかのその十月十日の中で僕は少し1ミリかも分かんないけど、ちょっと泣きそうやん。めっちゃいい話やん。確かに産んだことによって自分の生活苦しくなってこいつがいなければって思うこともあるやろうし、うん、その障害を持ったからって一緒に死のうか思った人もたくさんいてると、うんうん、だけどどこかね振り返ればどこかに愛が少しあったと、うん、で命になっていってで共に運命、あ、それこそね児童養護施設の方が、はい、したりとかいつでもそんなおいでじゃないですけど、いつもここにあるよっていうのすごい素晴らしいなと思ったね、はい、そういうところに入れる人もいるわけですし、真実って2つあると僕は思ってて、うん、母親から生まれること、これが1個、うん、で人は必ず死ぬこと、うん、これは人間社会においてはもう絶対あることなんですよね、うん、誰もが、うん、この2つだけは誰もが経験することって思ってるんで、うん、生まれる時出てくる前のことまで考えてもいいんじゃないかなみたいな。でも10年20年前は、どんなことがあっても親に感謝せえみたいなのを僕は押し付ける人でした。どんなことをされてもどんな憎しみを持っとっても親には感謝しなさいっていうのを自分は言っている人ですね、でしたね。でも今はそこまで押し付けたりはしないですね。だけどどっかに愛があったんだよっていうのは、そうですね、でも一瞬でも愛があった時に救われますね。そうですね、ちょっとほんまにいい話なんですけど、はい、身が引き締まりました。ありがとうございます。せーの、お返し。